どうもカゲヤンです。今日はですね、無理をしないと、えー、いうことについてお話ししたいと思います。えー、無理をしない、えー。これってね、結構その重要。とか僕の中では重要です。どうしてもね、えー、以前であればね、えー ちょっと自分の中で無理してしまうというかそういうところがあるんですね、えー、例えばその今はやってないですけども集客のためにチラシを配るとだ1日200部ぐらい配っていくペースであればですねずっと続けられるのにですねその一気に例えば1000枚配る 1,000枚配ってしまって次の日からもう配らないようになったりとかですねそういうちょっとこう無理をしてしまうところがあるんですねほんで無理ができる状態で無理をするというかそ,のそれがこう面白くてこう無理をしていく状態っていうのであれば全然いいと思うんですけどもなんかすごいストレスを感じながらですね無理してやるっていうのはですね結構マイナスなことが多いかなというふうに感じます。 ちょっともちろんね何か新しいことを始めるときとかっていうのはまあまあストレスかかるんですけどもそこはねある程度乗り越えなあかんのですけどもなんかねいろんなこう無理をこうしてしまうっていうのはやっぱマイナスになることが多いかなというふうに感じますね。そうですね、うん、で、えー、最近で言うとね僕はまあ空手行ってて空手道場に通っていてですね、えー、空手の蹴りですねでちょっとね。 ちょ,ちょっとずつつ膝がこう痛んでいる痛いなとちょっと感じることとかはあったんですけどもそれでもね、あのー、道場稽古では結構こう無理をするというかこう全力でこうやるんですね。で蹴りをすごい全力でやってこうすごいいつもやってない動きとかいろんなことをこう教わっていきながらそれをこう自分の中ではこう全力でやることが まあ気持ちよくやってたんですけどもそれによってね膝がちょっと痛くなったんですね。で膝が痛くなってですねあのー、痛いんですけど一応毎日のその筋トレであったり体の使い方のこう訓練であったりとかですねそういうことについてはずっと続けていたんですね。ででそそれはそれはままあまあなんとかこう 痛いながらもこなしていけたんですけども、で、えー、毎週1回えー、5キロちょっとのジョギングをしているんですけども、そのその週はですね。炒めたんでやめようかなと思ったんですけど、以前にその膝が痛いのを無理して、走ったら膝が治ったっていう僕の中の経験があったんですね。そのある程度、その痛いのを我慢するよりもある程度動いた方が逆にこの膝の痛みは消えるっていう。 経験があったんで、今回も同じようにそれに習ってですね、えー、やっぱ走ってみようと走ってみてどうしても痛いようやったらもうやめる。 ストップする歩くとかに変えていこうかなと思ってこう走り始めたんですねで,でも膝が痛いんでゆっくり走ってたんですゆっくり走ってたらですねちょっとそのおじいちゃんというかちょっと僕より年上の人がですね簡単に僕を抜いていったんですねで簡単に抜いていかれた時にそのカチンと来るまではいかないんですけどもまあまああのー、膝が痛いししゃあないし、えー、まあ片して片しといたらええわっていうふうに思ってたんですけども。 あのその方がです、ね、なんか途中で寄り道しながらこう僕を簡単に抜いていったんやけど寄り道しながらこう上その道を進んでいってはって信号でね止まってって。 赤で止まって貼って僕が一応その間に追いついた状態になったんですよね。そしたらまた信号が青になったらよう挑んでこうスタートというか僕はちょっと前にいたんで僕が前スタートするんでですねまた膝が痛いんで僕がゆっくり走るとですねそのおじいちゃんが僕を簡単に抜いていきますよね。そこがですねちょっとこうなんか僕の中でこう負けん気というかねその「そんなも膝痛なかったら絶対勝てるわ」と。 えー、いう気持ちがあったんでですね。ちょっとこう全力を出しちゃったんですねそのそれ全然そんなんする必要ないんですよね別に膝が痛いんやから、えー、それでいいはずやのにそんなおじいちゃんほっといたらいいのにですね、えー、こう負けたくない気持ちが出てしまってですね、えー、思いっきり走っちゃったんですね。で膝が痛いように膝まあ走ってる間痛くなかったんですけどその痛い 痛めててる膝ががありながらの全力で走ってもちろんそのおじいちゃんは僕にはついてこれなかったんですけども、えー、まあそういう何て言うんですかねこう自分の自我が出てきてですねそのこう走ってしまってで、えー、5キロ走ってで空手の肩の練習を公演でして戻ってきて次の日もう膝がかなり悪い状態になっちゃってで悪い状態になって次の道場の稽古に行って。 でいろいろその先輩に聞いてるとそれは結構あの長引く可能性があるよということでですねあの稽古もだから蹴りの稽古はできないしちょっとこう膝にこう踏ん張るというかこう衝撃がかかるようなその、えー、歩,き歩き方っていうかその動きですねそれがむっちゃ痛いんでですねできないようになったんですね。ほんで あの簡単ななな動ききしかででい形にっっちゃったんですよねだから結局そういうなんていうか無理をするというかそういうことをするとですねその,僕の場合はそのいろんなことがありますよねその自分がわざわざその負けん気を出すようなところじゃないのにそんなんをこうちっちゃいことですよねそんなことを意識して、えー、全力で走ってしまったとかですねそういうことを重ねる。 重ねたことによっても膝を今まだ痛いんですよねで、あのー、日々のトレーニングはやってますけども蹴りはもう全くできない状態ということでこれがいつ治るかちょっとずつましにはなってきてはいるんですけどもちょっと時間がかかる可能性があるなというふうに今感じていてやっぱりその無理をするとかですねその自分のなんかこうちっちゃいそのプライドみたいなもんですかねプライドまでいかないですけどもその。 献気、えー、みたいなもんをそこで発揮する必要はないというところですね自分の体を冷静に見てゆっくり走るか、えー、もしくは痛めてるんやから歩くかもうその週は休むかぐらいしなあかんかった状態なんですね。もううちょっとそそのの冷静にそのなんていうんですかねそのやっ みたいなところがこう出てしまうというかその無理をしてしまうところがあるんでそういうところっていうのはね結構プラスに作用する時はいいんですけども結構ねマイナスになることがこう多いかなと僕の経験上ですねそのこう面白くなってこう無茶をしてる無理をしてる状態っていうのはですねえ精神状態がいいんでまだいいと思うんですけどもその何て言うんですかねそのしょうもないことです。 でガーッと走ったことなんかはすごいしょうもないことやと思ってるんですよね。そのことによって僕は膝を痛めてもしかしたらこれ1ヶ月ぐらいこう稽古の蹴りができひんようになるる可能性もあるんですよねこうするとですねせっかくこう今こう順調にね空手こう熱中してやってるんですけどもそれがこうしっかりした動きができないということで。 こう後を引く状態になっちゃったんでですね。やっぱり無理したらあかんなっていうふうに思ったんですね。で他のことでもそうなんですよね。結構その、えー、無理をするというかぐっとこうやりきろうとするその、えー、気持ち別に悪いことでもないように作用することもあるんですけっこうねでもマイナスに作用することもあったりしてですね。えー、もっと無理をせずですね、えー、堂々とこうゆったりと、えー、こう楽にこう やっていけばいいいけばかなというふうに思うんですねその感情的になるようなところもあったりとかねそういうところがこうあったんでやっぱ無理をしないっていうのがこう結構僕の課題なんかなと思ったりもするねあのそういう,こう無理をしてしまうところそれによってうまくいかないうまくいけばいいんですけどうまくいかないっていうことはですねその無理をしたらあかんという、えー、教えというかそういうものを、えー、僕にこう 教えとる状態なんかなというふうに思ったりもするんでですねやっぱり無理をしないようにしようかなとうん、頑張るとこは頑張ればいいんですけどもやっぱ無理とか無茶無茶をするっていうのは、えー、なるべくこれからはもうちょっとね、えー、冷静になっていこうかなというふうに思っておりますということで今日は無理をしないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます